どうも、ショイティミです。はい、了解です。はい、お願いします。お願いします。はい、今回ですけれども、またまた、ロー紹介ということで、やりきれなかったんですよ。そう。撮影を、時間もちょっと来ちゃったんで。で、今回は残りのグローブを紹介するっていう感じで、はい。やっていきたいと思います。はい。はい、今回ご紹介するグローブたちは、こちらと、はい、こちらの4つのグローブということで、はい、結構ね、話足りないだろうけど、はい、ちょっと足早にいきますけど、はい、はい、でもすごいいいグローブしかないんで、はい、お金をかけました。そうですよね。はい、これを1個ずつ、紹介していきたいと思います。はい、はい、まずはこちら、ウルソンのオールラウンドのグローブになります。特徴はザ・普通です。ザ・普通のグローブ。はい、オールラウンドどこやるかわからない時期があったので、大きめのグローブ1個欲しいなと思って、なるほど、オールラウンドを買いました。ちょっとはめていい？はい。おお。内野にしては大きめで、そうですね、外野にしては小さい。確かにオールラウンドか。はい、これ俺だったら外野に使うかもしれない。そうですね、外野だね。特徴が片付けのタイミングで、内野はこっちで、こっちで片付けるし、外野で使う場合は小指で深く閉じるように肩をつけました。二通りの肩が作れるようになっております。へー、という感じですか。はい、ずいぶんあっさりしてますね、これ。そうですね、使ってないです。使ってないですか。はい、ってことで、こちらプレゼント買うということで。いやー、すぐプレゼントいっちゃう。いっちゃう。本当に欲しいってコメント来たらもうね、いっちゃうかもしれない。はい、きついな。はい、次行きましょう。はい、はい、お次のグローブはこちら。このメーカー何これ知ってる？バイシュラバナ、野球高校ナインさんやってるオリジナルブランドになります。バイシュラバナ。はい。特徴はこちらも内野としてはオーソドックスな方ではあるんですけれども、自分で荷重みをしまして、フレックス仕上げ、浅めの仕上げにして1点で取るというようなグローブの型を作っております。確かに浅いな。これ公式用、軟式用？公式用です。公式用で、はい、値段はいくらですか？3万円弱で。え、3万円いってなかったと思います。マジですか。はい、それはびっくり。カッコ多分です。カッコ多分ですか。俺もカッコ髪切りました。かっこいい。あ、見て、ここになんか見てください。印が、刻印があって、野球工房ないと、はい、東京の新小岩の方にあるグローブですよね。はい、ドナイヤとかのグローブも置いてあるんですよ。そうですね、一回手応えあります。はい、で、ここに内田さんの刻印があります。はい、これは作った方のグローブですかね。多分そうなんだろうと思います。なるほど。一目惚れで買っちゃったので、即買いしちゃったので、あ、はめた瞬間いいなと思ったんで買おうかなと思って。あ、確かにこれいい。自分で芋めした中だったら結構いい肩は作れた方のグローブなのかなと。ね、で、これはどうする？使います。え、はい、次。次。はい、お次のグローブがこちら。アディダス。はい、マジのファーストミットです。へー、なんか随分綺麗なんだけど、数回しか使ってないんです。そもそもファーストやらないの。なるほど。はい、皆さん、こいついっぱい持ってくからちょっと宝に行っていいですよ。きついきついきつい。こちらはベースマン飯田橋店で購入いたしまして、買ってしばらく放置してたんですけど、去年の台風の時に野球がしばらくなくなってしまって、湯もみしたいなと思って引っ張り出して湯もみしたファーストミットになります。はい、パカパカです。パカパカですね。いいっすね。数回しか使ってないです。はい、で、ついこの間俺にくれましたグローブがちょっとあって、それもなんか湯もみしたっていうふうに聞いたんですけど、はい、湯もみのためになんかグローブを買って、そう、湯もみし失敗しちゃって、なんか翔平さんあげますよみたいなグローブがあって。そうですね。それがハイゴです。ハイゴールド。これ現代モデルっぽくないですか。若干ちっちゃいかな。はい、若干大きさはちっちゃいかな。9面こんな感じ。実はこれ昨日大井君とバス戦に行ったんですよ。趣味のできるバス戦に。僕知らないんですけどね、その話。その時に使わせてもらったんですよ、これ実は。で、大井君的には肩はめちゃめちゃいいっすね、俺好きっすよみたいな。で、褒めてたんですよ。すごいっすねけど、彼からしたら失敗ということで。柔らかくなりすぎちゃいました。ちょっとようわからんすけどね。まあこれはもう僕のものなんで、はい、もらっちゃった。ハイゴールドの翔平と皆さんに呼ばれるように。このラベルは初めてです、マジで。うん、初なんで。はい、いいっすね。翔平さんへのプレゼントです。嬉しいっすね。続いてはこちらです。革命グラブ、アトムズの革命グラブです。マジっすか、すごい。これツヤがツヤっとしております。ツヤツヤしか聞こえなかったけど今。本当にツヤです。すごいね。はい、革命グラブってなんだっけ。そもそも革命グラブは、牛って傷が、まあ、生きてるのであると思うんですけれども、その傷、普通はグローブに使わないんですけれども、そこもグローブの皮として使っていこうという、牛に優しいグローブ。牛には嬉しいね。あ、そうですね、うん、ありがたい。そう、牛だけに。なので余すことなく皮を全部使っていこうっていうグローブになります。ルデンレザーさんの皮を使っているので、かなり中に詰まっていて、もうめちゃくちゃ硬いです。湯もみしてもらっても
まだここまでしか行かないです。マジっすか。公式用っていうのもあるんですけれども。公式用おいくらですか。これは4万8000円前後だった気がします。すっげえ、そんな金持ってどうした。だから今金ないですこれ今試合で使ってんの。使ってますね。あの翔平さんのイベントの時も全然知らないんやけど使ってたの。使ってましたこれでセカンド守ってました。なるほどね。革は一番これがいいです。ステンレスは、はい、はい、というわけで全部紹介しましたけど、はい、ちょっと番外編でね、僕のこのハイボールドも紹介しましたけど、はい、5つ紹介しました。一番この中で自分がお気に入りはどれですか。やっぱこれですね。もうアトムズ。はい、そうなんだ。じゃあこれ以外は僕のプレゼント企画ということで、ずるいなやったっていいってことっていうことで、皆さんチャンネル登録ねよろしくお願いしますよ。グローブ減ってっちゃうな。生きがいがなくなってっちゃうな。生きがいが違いますか。いや、それでもまだどんどん増えるんで大丈夫です。まあそうですね、はい、増やしていこうと思います。はい、本日はこちらのグローブを紹介しました。このグローブいいなと思ったらチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。プリントするグローブはこれプラスこちら。はい、これはい、リセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ男子用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。「磨き抜いた切れ玉で」